火曜日はトレンド、静岡で人気を集めているものやことをランキングでご紹介します。今日は誰でも手軽に楽しめるアウトドアグッズランキングです。これからの大型連休に向けて大活躍しそうな商品が続々登場しますよ。静岡市にあるスポーピア白鳥静岡店、ランニングシューズなどのスポーツ用品だけでなく、キャンプグッズやアパレル商品まで幅広い品揃えが自慢の大型スポーツショップです。アウトドアグッズを専門に扱う吉田誠さんです。大型連休に向けて、いろんなものを揃え始める人が増えてきてますね。それでは参りましょう。スポーピア白鳥静岡店がおすすめする誰でも手軽に楽しめるアウトドアグッズランキング、第3位はコンパクトフォールディングチェアです。小さいながらも安定感のある座り心地、焚き火台を囲むときにくつろげる高さのローチェアです。持ち運びも簡単です。こんな簡単に収納できるんですね。チェアを折りたたんで取っ手についたマジックテープを留めると、これで持ち運びできるんですね。そうですね、なんといっても軽い、かなり軽量なタイプになりますので持ち運びも簡単かなと思います。いや、もう女性でも楽ちんですね。そうですね。第2位はこちら、インスタントバイザーシェードです。運動会だったり、スポーツ観戦とは、バーベキューで使われる方が多いと思います。シェードの広さは幅3メートル。椅子を置いても5人入れるほど快適な広さです。広い。ただこれだけ大きいと組み立てが心配ですよね。そうなんですよ。でも大人が2人いれば、ものの1分で組み立てができるんです。そしてシェードの素材にも工夫があります。こちらの商品は UV カットが 99.99% 可能になっています。そんなに高性能なんですか。はい、いや、それはやっぱり女性にとってもちょっと日焼けが気にされる方多いと思うので、安心ですよね。そうですね。さあ、第1位はこちらのファイヤーディスクになります。一見中華鍋のような見た目ですけれども、そうですよね。こちらが焚き火だったり、炭を使ってバーベキューをするようなのがメインのものになっています。裏についた3本の足を起こすだけで焚き火台が出来上がります。これは楽々ですよね。ちょっと特徴的な網ですね。ここの部分が空いている理由としては、追加でこの炭を入れるときにいちいちこの網を取らなくても、このスペースからもうそのまま炭を入れられるようにはなってますので、それがこの網の特徴でもあります。便利ですね。これ画期的ですね。さらに収納できるケース付きで持ち運びも簡単です。3つの商品すべて手軽に使えますし、より身近にアウトドアっていうのが感じられました。